こんにちは、RE 戦国覇王です。この動画は、今は亡きデルプラドジャパンから発行された、週刊戦国覇王、歴史を変えた名将たちの内容をもとに、戦国時代について解説していこうという動画です。このチャンネルは、毎週金曜日に動画を1本お送りしております。10分程度でわかるような動画になっていますので、気軽に見てくださればと思います。関連動画も見ていただけると、さらに戦国時代の流れが理解できますので、この動画を見て気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録しておいてください。今回は戦国覇王第3号の戦国百科6回目です。数回に分けて中部地方の合戦を紹介しています。中部地方では、甲斐の武田氏、駿河の今川氏という以前からの守護が力を強めていく一方、越後で守護代長尾氏、美濃で斎藤氏、尾張で織田氏が台頭してきました。彼らは互いに結びついたり離れたりしながら勢力の安定や拡大を図り上洛を目指していました。こうした中で今川氏を破った織田信長が三河の徳川家康と同盟を組み、上洛への道筋にあたる斎藤氏を滅ぼし、天下統一へ近づいていきました。そんな中部地方の合戦3回目の今回は、天文17年の安月坂の戦いです。駿河、遠江の大名今川義元は、甲斐の武田氏、相模の北条氏と同盟を結び、三河侵攻を始めました。三河の松平氏と連合して、尾張に台頭し三河に攻め入る織田信秀と安月坂で2度戦います。それでは今回の目次です。1. 導入 2. 今川、織田が三河に侵攻。初戦は織田が制する。3. 今川と織田、再度の対戦。大軍の奇襲で織田軍は撤退。4. 安城城を獲得して、義元は三河制覇に邁進。この流れでお話しします。なお、この動画は、画面左に本文、右に画像、下は人名や用語についての補足説明が表示されます。今川北条氏の紛争地域である寸東は、特に富士川伊東でその覇権をめぐって戦いが繰り返されていました。今川義元は北条への対抗策として武田信玄を介在させた外交戦略を駆使することで優位に立ち、やがて高宗駿三国同盟をきっかけに寸東地域を掌握していきました。そして義元は寸東の支配を強めていく一方で、三河をも我が物にしようと乗り出しました。豪族を抑えて尾張に台頭した織田信秀が三河に侵攻し、天文9年、松平氏の俗城安城城を攻撃して落城させました。三河を治めていた松平広忠は、父清康が不慮の死を遂げた後、一族で内紛が起こり、窮地に陥っていました。そんな三河の情勢を伺っていた義元は、広忠と協力して、駿河、遠江、東三河の大軍勢で、西三河に侵攻する織田軍と戦うことにしました。天文11年8月10日、今川、松平軍は、安月坂で織田軍と衝突しました。これが1回目の安月坂の戦いですが、伝承されるのみであり、虚構だとする説もあります。今川、松平の連合軍に対し、織田軍は少数。しかし、果敢にも、信秀の弟、信康と信光の指揮のもと、連合軍に攻め入りました。これに不意をつかれた連合軍は後退、混乱して多数の死者を出したといいます。しかし、大軍勢の連合軍は徐々に勢いを取り戻し、連合軍を追い込んでいきました。連合軍の猛攻に対し、信康、信光、信真、信次ら、信秀の弟たちと、
それを取り巻く織田酒之丞、内藤庄助、名古屋五郎、佐々木隼人将、山口助馬助ら側近たちが槍で連合軍先鋒の横合いから反撃しました。この反撃に連合軍は後退し、義元は岡崎城へ退却しました。織田軍も深追いはせず、この戦いは織田軍の勝利に終わりました。この時奮闘した7人の武将は、安月坂七本槍として後世まで名を残すことになりました。その後も信秀は今川軍と三河吉良や大浜で小競り合いをしつつ、美濃にまで達する勢力に成長しました。三河でもようやく勢力を取り戻した松平広忠がしきりに安城城を取り戻そうとしますが、信秀と嫡男信弘の守りは固く、攻め落とすことはできずにいました。天文17年3月、三河安月坂で再び今川織田軍が対決します。今川軍は臨済寺の摂西和尚を大将に、朝比奈康義を副将として、駿河遠江勢に三河勢を合わせ約1万の軍勢、対する織田軍は約4000の兵力でした。二度目の戦いも数で勝る今川松平連合軍が優勢で、坂の上から攻めかかり織田軍を後退させました。しかし、先陣を務めた信弘隊が織田本軍と合流したことで勢いを取り戻し、連合軍を押し返し始めました。その時、今川軍の伏兵が織田軍に襲いかかり、不意をつかれた織田軍は総崩れとなって安城城に引き返しました。信秀は信弘を安城城に置き、清須に戻ることになりました。翌18年3月、松平広忠が病没すると、義元は三河を支配するための拠点として安城城奪取が必要と考えました。3月19日、義元は摂西和尚、朝比奈康義、宇戸の長持らを安城城攻略に向かわせました。落城寸前まで追い込みながら、7ヶ月余りの膠着状態が続き、10月23日、近隣の上野城を攻略し、同日夜半、安城城大手に奇襲をかけました。11月8日、ついに安城城を攻め落とし、織田信弘を捕らえました。信弘を殺さず捕らえたのには訳がありました。天文16年、織田信秀に対抗するため、松平広忠が息子の竹千代を人質として差し出すことを条件に、義元との関係を深めようとしていたのです。ところが、竹千代護送の任を受けていた田原城の戸田康光が裏切り、今川の本拠である駿府へ向かうはずだった竹千代は、織田方へ引き渡されて人質となっていたのです。そのため、竹千代と信弘の交換を求めたというわけです。松平氏は西の織田氏の勢力に翻弄され、東の今川氏の侵攻に利用されるという二大勢力の狭間で、岡崎の安定を図るのが精一杯でした。今川氏にとって安城城は三河・尾張攻略の重要拠点であり、これで公孫駿三国同盟を後ろ盾に、皇庫の憂いなく三河攻略に邁進できるようになりました。しかし、松平宗家の竹千代を人質とすることができたものの、松平諸家や
三河州までは掌握できておらず、三河の完全平定に向けてさらに奔走しなければならなかったのでした。今回はこれで終わりです。このチャンネルでは RE 戦国覇王と題して、今は亡きデルプラドジャパンから発行された週刊戦国覇王歴史を変えた名将たちの内容をもとに、戦国百科、戦国武将データファイル、戦国150年ニュースの3種類のシリーズに分け、毎週1本戦国時代の出来事や合戦、武将についてのお話をお送りしています。楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回、さようなら。